プレミアプロ2020のアップデート。キーフレームのイーズがショートカットで、クリップミキサーでのボリューム上限が変更に、ProRes MXF とは、などなどちっちゃいけど嬉しい新機能をご紹介します。はい、Adobe コミュニティエヴァンジェリストの1位です。プレミアノートはプレミアプロのバグ撲滅を目指して、情報共有していくチャンネルです。前回はですね、プレミアプロ2020の、大型アップデートを受けて、オートリフレーム機能という、今回の、アップデートの目玉の機能をご紹介しましたけど、今回はですね、その他の細かなアップデート、ちょっと気になるアップデートをピックアップしてみたので、それをご紹介していけたらなと思っています。結構普段プレミアプロを使っておられるクロートといいますか、普段使いされている方にとっては、ちょっと嬉しいアップデートがちょいちょいあったので、それをご紹介していきたいと思います。プレミアノート。はい、まずはですね、ちょっとシンプルな機能からいきましょうか。エッセンシャルグラフィックスのテキストツール、画面に直接文字を打ち込めるツールなんですけど、これの名前を打ち込んでみたいと思います。はい。こうやって直接、画面にですね、文字を日本語を打ち込んだわけですけど、これ実はですね、前バージョンのプレミアプロまでは、日本語を打ち込んだとき、初期値では、バツバツバツみたいな、なんて言うんでしょう。クイズ100人に聞きましたの、ドーンっていう NG が出た時のバツみたいなバツが出ると思うんですけど、要はですね、日本語を最初に打ち込んだときは、設定そのもの英語に設定されてて、フォントが見つかりません的なバツが表示されちゃうんですね。もちろんその文字を選択して、日本語フォントに切り替えれば、普通に日本語が表示できたんですけど、初期値で日本語を打ってるのに日本語が表示されないという、ちょっとめんどくさいバグがあったんですが、それも改善されています。みたいな余談がありましたけども、こんなんにしました。これで、ネームのテロップを入れたわけですけど、例えばこれを右からセンターに出てくるような感じにしたいと。キーフレームですね。キーフレームを打って、ピョンと出てきてほしいと。はい、左から右へテロップが出てくる感じですが、これのキーフレーム、こうかな。キーフレーム右クリックして、時間保管法、イーズイン。はい。こうすると、はい、テロップの止まりが滑らかになりましたね。イーズイン、イーズアウト、この辺使っておられる方多いと思うんですけど、今みたいに右クリックしてとか、アナログにやっていかないと仕方なかったんですが、実は今回から、このイーズ関係がショートカットで打てるようになりました。ショートカットの設定は、Macintosh、Mac ではメニューバーのプレミアのキーボードショートカット。これで、ショートカットのカスタム画面が開きます。Windows では編集からだったと思いますが、で、キーボードのショートカットで、例えば、キーフレームで検索してみると、いろいろとショートカットありますが、この辺ですね。Ease in, Ease out など、項目が増えてます。ここに例えば Ease in を、Shift F9 とかかな。Ease out, Shift コマンド F9。確かAfter Effects がこんな感じだったと思うんですが、これで設定して OK を押すと。そうすると、キーフレームに対して、Shift F9。はい。イーズ変わりました。こういうことですね。他にもいくつかキーフレーム関係の、ショートカットが生成されてますんで、そちらをぜひお試しください。ということですね。あと、そのショートカットという意味で、もう一つキーボードショートカット追加されてまして、ご紹介したいのがあります。プログラムモニターですね。これだ。プログラムモニターで直接操作を有効にする。これ何かと言いますと、例えば、これを U に割り当てます。で、OK を押します。これで登録されたわけですけど、要はですね、下の、クリップを、モーション1を動かしたいというときに、クリックするだけでは動かなかったんですね。ダブルクリックしても、そうなんでね、テキストと2つ被ってると、どちらが選ばれるかわかんないんで、下の人物のこっちのクリップを動かしたいというときは、下をクリックして、エフェクトコントロールパネルでモーションをクリックして動かすみたいな。こういう手間が必要でした。それをですね、今回からは今の動かしたいクリップを選択した状態で言うと。そうすると、はい、動いた。任意のクリップを簡単に選択して、モーションを動かせる状況にできるというショートカットですね。これ便利なので、ぜひおすすめです。プレミアノート。はい。そして次のアップデートなんですけど、今度、オーディオのアップデートを説明したいと思うんですけど、例えばこのクリップ、すごい、収録時の音が小さかったんですね。アップデートは次回以降にして、今回は目玉でも。はい。なので、このレベルを上げたいなというときは、このオーディオクリップを選択して、オーディオクリップミキサーでレベルを上げてみたいなことをしてたわけですけど、実はですね、ここのフェーダーが、以前までは6デシ上げることしかできませんでした。ところが今、じゃじゃん。15デシまで上げることができるようになりました。これ、すごく待望の機能ではあったんですが、もともと僕は Final Cut 7から入ってたんですけど、Final Cut 7は12デシまで一度に上げることができました。なんですけど、プレミアに来てから6デシまでが限界だったので、別の方法で、全体のレベルを上げてみたいなことをしてたんですけど、今度からオーディオクリップミキサーで15デシまで一気に上げれると。これはすごい便利なんじゃないでしょうか。今回は目玉で。はい、いい感じですね。今回は。で、これでも足りないという方は、クリップを選択していただいて、右クリックですね。ここで、オーディオゲインという項目があります。ピョン。オーディオゲイン。これを選択していただくと、ウィンドウが現れて、ゲインの調整というのがあるので、例えばここで10デシとか、5デシとか、数値を打ち込んで OK を押せば、この波形そのものがガッて上がってくれるんで、今回は、大きくレベル上げ、レベル下げをすることができます。オーディオゲイン。これはご存知の方はご存知と思いますが、便利なので、ぜひこれも併用して使ってください。プレミアノート。続いてはですね、書き出しの形式、フォーマットについての変更といいますか、アップデートがあるのでお伝えしたいと思いますが、書き出しからメディア。ここで書き出しの形式を選べるわけですが、よくクイックタイム使ったりしますが、その他にも、MXF ですかね。MXFOP1A とか使ったりすると思います。今回、新たに追加されたのがこれです。Apple ProRes MXFOP1A。つまりはですね、MX ファイル形式の中に中身のコーデックを ProRes で保存できるという新機能といいますか、新たに追加された項目なんですね。こういうことですね。結構MOV、クイックタイムの MOV だとか、MX ファイルだとか、動画のファイル形式はいろいろとあると思うんですけど、メジャーの中にも、MOV がやっぱりクイックタイムモブが多かったと思うんですが、今まではプロレスコーデックはモブの中にしか入れれなかったっぽいですね。が、MXF の中に入れて書き出すことができるようになったということのようです。なかなかトリッキー面白い、形だとは思うんですけど、やっぱりモブって結構今までずっと使われてきた形だとは思うんですけど、MXF というファイル形式がやっぱり最近すごく強くて、増えてきてます。で、やっぱり扱いやすいし、プロ用のフォーマット形式としてはすごく優秀だということで、どんどん増えてきてますね。特にクイックタイム自体が衰退してきたというのもあると思うんで、今後それに向けた、未来へ向けた形なのかなとか思ったりしております。ぜひ皆さんもちょっと一度使っていただけたらと思っております。ちなみにですね、ちょっと形式とかコーデックとか、ちょっとわかりにくい方もおられるかもしれないんですけど、一応それを説明した記事をVook さんという、ビデオグラファーたちの動画情報共有サイトがウェブ上にありまして、そこで記事を書かせていただいておりますので、そちらをご覧いただけたらと思っております。リンクを貼ってるのでぜひ見てください。概要欄にも URL を載せております。ちなみにですね、MXF ファイルを Final Cut 7で扱いたいという方も中にはおられると思うんですけど、もしくはファイルを渡す相手が Final Cut 7だとか、Final Cut 7はデフォルトでは MXF ファイルが読めないんで、専用のアップデータが必要です。プロビデオフォーマット 2.0.7、これを、ダウンロードしてインストールしていただければ、Final Cut 7でも、MXF が、読めるようになるということになります。概要欄にも貼っておきますね。あとですね、ビデオの書き出し方の中に、これですね。スマートレンダリングコーデックを有効にする。こんな項目もあります。要は、ProRes から ProRes、XDCAM から XDCAM とか、素材と全く同じコーデックで書き出す場合は、新たにレンダリングをせずに、その部分だけコピーしてファイル化するということができる機能もあります。でそれが、今回の ProRes の MXF ファイルにも適用されております。ただ、このスマートレンダリングコーデックの機能に関して言うと、ProRes の MOV から、ProRes の MXF、要は形式を変えたコーデックそのままっていうのは、効かないそうです。あくまで MOV から MOV だとか、MXF から MXF への変換、書き出しの時に、このスマートレンダリングコーデックは機能するということになるそうです。であと、ProRes 群、基本422のコーデックで、まだ4444は、今のところ対応していないそうです。順次対応していくんじゃないかなと思ったりします。プレミアノートみたいな感じですね。いかがですかね。小さいものの積み重ねではありますけど、普段から使われている方にはすごく便利な機能もあったんじゃないかと思います。もちろんね、まだまだ足らない部分もあると思うので、バグだとか、要望だとか、そういったものも、このチャンネルのコメント欄で、YouTube チャンネルのコメント欄で、募集しております。その中で対応策が分かるものがあれば、動画にして、共有して発信していけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。